三山率いる白のユノゴーベルト、澤が率いる赤の神戸。ワールドカップで活躍したなでしこたちを見ようと、リーグ過去最多の2万人を超えるファンが集まりました。ユノゴーベルは立ち上がりから三山を中心に積極的にゴールを狙います。最後は有町沙織のシュートでした。前半21分、ゴール前のパスがうまくつながりました。後ろからシュート、ズー決まった。日本代表カイホリが守るゴールをこじ開けます。今シーズンアイナック神戸初失点になりました。しかし前半30分、神戸のコーナーキック、コーナー蹴りました、ヘディングシュート。なでしこの一人田中のゴールで同点に追いつかれます。同点。後半に入るとゲームの主導権は神戸に握られます。21分、韓国代表のチ・ソヨン勝ち越されます。さらにその4分後にもチ、リードを広げられます。最後川澄からのパス、千尋がパスを出していきましたが、ここはつながりませんでした。後ろから狙っていきます、三山綾のシュートです。三山は最後まで自らもシュート、ドリブルで自分でシュート打つ。攻めの気持ちは失いませんでしたが決まりませんでした。全力を出し切るそのプレーが見られましたが、ここでユノゴーベルはなでしこ7人を揃え、自力に勝る神戸に今シーズン初の黒星です。リオネッサが岡山ユノゴーベルを下しました。大きな舞台だったんですけれども、勝ちという結果を残せなくて残念です。また明日からレベルアップするように、練習したいと思います。ぜひグラウンドに足を運んで応援してくれたらありがたいです。